らが集まるクーニー TV。 どうもクーニーです。今日はですね、軟式で145キロが出るピッチャー前澤投手と対決をしたいと思います。対決するというのは、前澤投手を投げる球を僕が打つのではなくてですね、まあ、ちょっとしたストラックアウト的な要素のゲームをしたいと思います。何をするかというと、まあ、ピッチャーのマウンドからキャッチャーあのホームベースまでの 18.44 よりも遠くにある、まあそこにありますね、箱、マウンドよりも遠くにある箱に何球でノーバンでボールを当てることができるのかという勝負をしたいと思います。負けた方はジュースの走りをしたいと思います。しかも逆立ちでジュースを買いに行くという罰ゲームをしたいと思いますので、頑張るぞ。俺はそんな剛速球投げないよ。8球出しんで7球以内に仕留める。あー、意外に滑る。わっ、おっ、当たった。よし、サンキュー、サンキュとりあえず今の前澤くんの結果、 50m の、箱当てでゲームですけど、なぜか 30m の時よりも早く当ててしまうというね、まさかの奇跡が起こってしまったので、いや奇跡じゃないのか、実力なのか、とりあえず頑張るしかない。結構遠いな、だいぶ遠い。肩痛いから50がギリやつだ今。さて、言い訳ばっかりしても始まんねえぜ。行くぜ今から。お、変じゃん。おっしい、おっしい、おっしい、手前、うわー、マジか。あかん、行き過ぎた。あー、かまない、手前？結構手前？あかん。はい、ということでコントロール対決ですけれども、
30m バージョンと 50m バージョンにしまして、 30m バージョンは僕が3球で僕の勝ちで、 50m 対決は前澤君の勝ちとなります。ということで1勝1敗なので両方とも探しで買いに行きたいと思います。はい、一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。